プラットフォーム、石山寺駅は、滋賀県大津市ホタル谷5番13号に所在する、京阪電気鉄道石山坂本線の起点駅。駅番号は、OT01。かつては、唐橋全駅と東駅の間にホタル谷駅があったが、東駅に統合される形で1937年に廃止されている。当社で最後まで残ったフラップ式の行き先案内機。 東端式3面2線のホームを持つ地平駅。2線とも車両両側をホームに挟まれる構成となっている。外側のホームには番号が振られていない。1番線外、側ホームを混雑時のみ、校舎専用として使用している。2番線に停車する電車は混雑に関係なく外側ホームは使用していない。有効長は2両。駅舎はホームより低い部分の東端部に位置し、 ホームへは、緩いスロープが設けられている。自動改札機が採用されている。トイレは改札内2番線の外側ホーム上にある。コインロッカーは改札内に設置されている。駅員は、7時18時に配置されている。1日、2744人東方に国道422号、さらに、瀬田川が流れている。石山寺へは、国道沿いに、徒歩約10分。 ありがとうございます。